ユンブラカングミヤビロ王朝ヤルルン渓谷の地域での支配者であり、全チベットの皇帝ではなかったと考えられる。チベットに広く伝わる伝説によれば、紀元前127年に、最初のチベット王となるニャーティテンポがインドからさすらいする形で現れる。当時のチベットは40を超える主張が拡挙していたが、衰退されたニャーティテンポは、スプゲールノプーと呼ばれる国家を建国し、 最初の王宮となる、ユンブラカングーを築き、中央チベットを主張連合体として支配した。ニャーティチェンポより7代までの王は、天から降りてきた縄を登ってこの世から去ったため両母は、なく、8代目の王、ディグムチェンポが進化に殺された際に、最初の両母が築かれた。ニャーティチェンポ以降、28代目のラトトリニエンツェン王までの620年の間に、名前に、 生の入る七人の王、ディグムチェンポとジャキチェンポ、名前にレクの入る六人の王、名前にデノ入る八人の王、名前にチェンの入る五人の王が続いた。それぞれの王が何年在位したのかは定かではない。三十三代目の王にあたるソンチェンアンポが七世紀の、初めにチベット高原の統一によってドバ番を建国したことで、宮ビロ王朝は、名実ともに、 チベットの帝国となった。ベキス、クリストファイ、エスタディ・オブ・ザ・アーリー、メディバル・チャイニーズ、ラテン、チベタン。ヒストリカル・ソシズオン・プレインペリアル・チベット、インディアナ・ユニバーシティ・ PHD リサーテーション。ハー、エーリク、エクストラクト・フロム・ザ・ヤールダイナ、スティ、ン、ザ・ヒストリーオブ・チベット、エド、アレックス・マッケー、ボリューム一、ロンドン二千三、P 百四十 リチャードソン、ヒュー、ザオリジンオブザチベタンキングダム、イン、ザヒストリーオブチベット、エド、アレックスマッケー、ボリューム1、ロンドン2003、P159、カークランド、ラッセル、ザスピリットオブザマウンテン、イン、ザヒストリーオブチベット、エド、アレックスマッケー、ボリューム1、ロンドン2003、P183、ABC チベット中央政権文部省、 チベットの歴史と宗教、石浜由美子、福田洋一役明石書店、世界の教科書、シリーズ2012年、ISBN 978から4から750335681ピアニッシモ、13から18、ディースネルグローブ H リチャードソン、奥山直司役、チベット文化史春秋社、2011年、10から16ページ。 ISBN 978から4から393113097ありがとうございます。